はい、こんにちは、りほこです。こんにちは、藤沢りほです。イエーイ。はい、ということで、今回は以前募集した質問返しをしていこうと思います。今日は一緒にゲーム作ってるクロエちゃんに来てもらいました。はい、お願いします。お願いします。っていう感じで、以前動画とかで募集したコメントと、あとはインスタでコメント募集したので、質問募集したので、それに答えていこうと思います。はい。じゃあ上から、うん、これでいいかな。うんうんうん、よし。まず1個目、家と職場の行き帰りで出会いがなく3年くらい恋人がいないのですが、どこで気になる人を探しますか。うん、はい。どっちから行く。まず、うん、一番いいのは、うん、多分ネットかなって思ってて、うん、例えばだけど、うん、なんか自分が好きな、まあ、Twitter とかで共通の趣味の人見つけて、うん、そこで仲良くなったりとか、まあ、あとはまあ友達の友達だったりとかかなっていう感じかな、うんうん、共通の趣味はね、喋る時に話題が困らなかったりとか、うん、やっぱ普通に盛り上がったりとかするから、そうそうそう、いいよね。うん、趣味が一緒だとね、やっぱり話し弾むから、うん。あとなんかネットで見てすごい良かったなって思ったのが、うん、なんかそのインスタのストーリーとかで、うんうん、友達がなんか飲み会とかでイエーイみたいな飲んできたとかって言って、その友達の隣にいる男の子が、うん、あ、待って、めっちゃ可愛いみたいななった時にちょっとこの人紹介してとかは結構、ね、ありだと思う。それめっちゃいいと思う。私暇っぽいし、なんかリアル、うん、しかもそのストーリーに載ってると友達の友達だから、なんか安全性がある。そう、そう、知り合いの知り合いだから、保証がありそう。ちゃんとこの人は何々だよとかっていう情報がね、あるから、すごいなんかいいなって思う。いいと思う。うやっぱでも友達の友達がなんか安心な感じする。次、ズバリ何フェチですか。うん、私は多分腕、ゲームのキャラも3次元もなんですけど、うん、このなんだろう、腕の肩から第一関節、なんていうの、ここの肘か、肘のあたりまでのこのなんか筋肉感を結構見ちゃう。なんか動画上げてなかった。待って、やったやったやった。二の腕、あ、二の腕だよ、二の腕ってここのこと。そうそうそう、あ、じゃあ二の腕だわ。そう、二の腕トップ3の男みたいなやつだわ。そうだ、やってたじゃん。そう、それめっちゃ好きじゃん。ここが太いことによってなんか包容力を感じられるみたいな。あ、普通にマッチョがいいんだ。細マッチョとかじゃなくて、普通にもモリモリの、待って、でもなんかガチボクシングみたいな感じのムキムキだと、うん、ムキムキすぎて、なんか何かあった時にやられそうだから、何かあった時になんかボコボコにされちゃったら、程よい筋肉感みたいな、なんか俺が守ってやるってこの二の腕でみたいな感じが好き。なるほどね、はいはいはい、どうぞ。私は鎖骨がすごい好きで、うんうん、なんかその絵描いてる時もなんか鎖骨を、うんうん、その男の子の絵描いてる時になんか鎖骨描いてるのが多分一番好き。息がよく感じる。マジマジ、あのへこみとかこのラインとかを描いてる時に一番楽しい鎖骨。じゃあ私、クロエちゃんの絵見る時はこれから鎖骨から確認します。結構はっきり。なるほど。これにしようか。あ、そうだね。うん、うんうんうん。じゃあ、過去の恋愛での失敗談、うん、これはないなと思ったこと。うん。です、うん、どうしようかな、結構いろいろあるけど、そう、なんかいろいろストーリー持ってそうだから、そう、なんか自分の話と相手の話とみたいな感じで何個かあるけど、うん、で1個目、うん、1個目はちょっとバキュンって入るやつ、多分いけないやつ言っていい、ちゃん、じいちゃん、いや私に言うの、全然いいよ。なんか、うん、これ言ったかもしれないんだけど、うんうんうん、ちょっと憧れてる人と、うん、あの遊びに行くことになりました。うんうんうん、憧れてるから、まあ、好きまで行かなくても、うん、憧れてるから嬉しいです、うんうんうん、でまあご飯食べてちょっとなんか美術館的なのとか行って、おしゃれ、うん、そう、その後に、うん、普通に直球でホテル行きましょうって言われて、おで、うん、私なんかそういうの順序よく行きたくって、うんうんうん、ちょっとそれはすいませんって言って、うんうん、言ったら、うん、まずえなんでってなって、あ、いや、あっちが、そう、あっちが、あっちが、で本当それはすいませんってなって、うん、じゃあカラオケに行こうって言って、あー、まあ危ない香りしかしないんだよね。カラオケに行って、私も歌うのとか好きだったから、カラオケに行ってちょっと歌ってから、うん、あ、いっか、カラオケ行ったんだ。そう、カラオケは行ったそう、うん、まあいっかと、カラオケでいいんだ、うんうん、いいならいっかと思って、カラオケ行ってちょっと歌って、うん、お話とかして、うんうんうん、でそしたら、まあ、もう一回ホ
ことできませんかってなって、うんうん、でそれは、まあ、すいませんって言ったら、うんうん、じゃあトイレ行ってきますって言われて、うん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 、で帰っちゃった。でそうトイレ行って帰ってきた時に、うん、多分これバキューン入るんだけど、まあ、なんかうんそうあーなんで当たっちゃうんだろうな、そうだあれがね、私一番恐怖だ言うなやって恐怖だなと思って、すっきりした顔で帰ってきたの。そうだからいろんな意味でね、だからなんかそういう失敗談っていうか、うんうん、一回遊ぶんだったらそういうなんか気軽な考えじゃダメっていうか、うそういうことになる可能性もあるっていうのを考えて、ね、異性と遊ぶべきだなって。うーん、何歳ぐらいの時、二十歳くらい、だから分かんなかった、まあ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 、そういうのが。なんかそういうのを早いうちに学んどいた方がよかったら二十歳ぐらいでやっといて、今とかじゃなくて。そうよかった。があるやばい。やばいというか、なんか相手がやばいとかっていうよりは、なんか普通に10代の時の恋愛とかは、うん、なんかやっぱりその恋愛があんまり分かってなくて、なんかその自分がその彼氏に依存しちゃったりとかして、うん、なんかその破滅の道へじゃないけど破滅フラグ、その破滅フラグとかってなんかどんどん病んできちゃったりとかっていうのは結構あったから、うん、なんかそういう恋愛ってあんまり良くないよねっていうのを、うん、やっぱそういう時期に学べたのは良かったかなとは思ってるっていう。確かに学生の時って結構病みがちだから、それしかないと思っちゃって、この人しかいないから終わっちゃうともう絶望的になっちゃうっていう。そうそうそう、実際そんなこともなかったっていうね。大人になると分かるよね。そうね、あの終わったら全てが、別れたら全てが終わるみたいな、この人しかいなかったのに終わってしまって人生終わったみたいな、そうあの感じとね、やっぱあるよ、学生あるあるだと思う。それはリフリーのバキュンのやつしか言ってないけど大丈夫どうしようかな、何かあるか、どういう処理されてんのか分かんない。そうか、バキュンしか言ってないから、もしかしたらこれはなくなっちゃうかもしれないから、なんかそんなにガチ失敗談とかじゃないんだけど、うん、そのまあ、以前付き合った人で、うん、結構なんかいろいろサプライズとかしてくれてたのね、うんうんうん、でそれはやっぱ気持ちがすごい嬉しいし、うん、なんかそういう時間とかかけて考えてくれたことはすごい嬉しくて、うん、何歳かの誕生日の時に、うん、それもすごい大掛かりなサプライズしてくれて、うん、あの1個のお店貸し切って、うんうん、で、すごい、で誕生日当日2人でご飯かと思って、いつも予約とかしてくれるタイプだったから、うん、なんかどっか予約してくれたんだなと思ってそこに行って、うん、そしたらまさかの貸し切りで、え、嬉しいと思ったら、うん、高校の時の友達と中学校の時の友達と私のバイト先の友達、すげえ広いな、そうみんな集合してて、うん、みんなでこうおめでとうって言ってくれて、で、あ、そう、嬉しいじゃん、うん、嬉しいなってなって、でケーキとかもその時好きだったアニメのキャラクターのオーダーしてくれて、でその彼氏は別にオタクだったわけじゃないし、むしろオタクなところキモいって言われてたの。マジか、うん、そうだけど、じゃそうやって言いながらもこうオーダーケーキとかしてくれたり、プレゼントくれたりとかですごい考えてくれて嬉しくて、でその終わってから、うんうん、夜になってから、まあ、どうだったって言われて、まあ、すごい嬉しかったよ、ありがとうって、うんうん、なって、じゃあ今日のことを彼氏にやってもらったってツイートしてって言われたこと。なんか喋られながらさ、いい話で終わらないってさ、すごくさ、いい話だったのにさ、すごいね、あんまいいオチじゃないのかなと思って、ちょっとさ途中から怪しくなってさ、ええ、みたいな。もちろんそうやってくれたこととかもすごい嬉しかったし、んこんなにいろんな時間かけて、うん、いろんな人に協力してもらって、うん、やってくれたんだなって思ったけど、うん、じゃあ彼氏にやってもらったって言ってっていうのと、うん、ツイートの文章とか打って確認、監修が入ったこれで OK? っていう監修があったことが、うん、ツイートしたと、うん、あ、したんだ、その時は、ね、まあ、今のアカウントじゃないけどリアアカで、まあ、ツイートして、うん、みんなからおめでとうって、いい彼氏だねって言われたけど、確かにそういうのやってくれたのはね、よかったけど、そうなんか、うん、そうだ、気持ちよく終われないっていうのあったから、ね、まあ、やってくれたことに関しては嬉しかったけど、うん、チェックが、はい、よくチェックが入って、あ、いろいろことで、それだけじゃない、そういうサプライズするとチェックが入ったのが、ちょっと、私とクロエちゃんの出会いのきっかけ、うん、はい、うん、私はクロエちゃん知ったのは、うん、まず普通に自分がこう動画を上げていってて、うんうんうん、で、ツイッターかインスタかで、うんうんうん、フォローが来て、で、いつも動画見てますみたいな感じで、うん、コメントとかリプとかをしてくれたのがきっかけで、まずクロちゃんのことを知った感じ。そう、普通にリホッコだったそう、そう、動画見てて、なんか乙女ゲームだと思って、やっぱその時、今もそうだけど珍しかったから、乙女ゲームについての動画上げてるのが、やっぱ好きなゲームとか上げてると、なんかこれいいよねとかっていうので、なんか普通に
張りほっこっていうかファンみたいな感じでそうありがたい、ね、してたそうそう、ね、で私からだったそう最初にこうまあリップを応援してるって感じでリップもらって、うんうんうん、そしたらなんかゲーム作るぞみたいな感じのツイートしたと思ったら作りましたみたいな感じになって、うんうんうん、あそれでまあなんかすごいなみたいな感じなんで知ってった感じかな、うんうん、っていう、うんうん、感じです。はい作るぞっていう時代からね知ってるっていうのは本当に3年前だからね。そう本当に作っちゃったよって思ってちょうどそう先月で3周年だったからさ自分の個人サークルがおめでとうございます3年もね知り合ったってなるそうね考え深いねそうすごい。はいじゃあ次いきます、はい、3次元で付き合う人には乙女ゲーム好きを理解してもらえますか、うん、それとも黙ってるタイプですか。はいこれは理解してもらいたいです。うん、私、うん、私の場合はなんかその知り合ってすぐやっぱり、まあ、今だったらゲーム乙女ゲーム好きで乙女ゲーム作自分で作ってるとかっていうのをまあ大前提というか割と初期段階で多分話してるから、うんうん、なんかまあそれでなんか理解してもらうのか、まあ、控えるのか分かんないけどっていうところになってくるから、うんうんうん、割と大前提というか、まあ、言うとくタイプ。そうだね、隠しとくと後から大変そうじゃない。こんなにゲームに一生懸命なってるっていうか、まあ、作るのもだそうだし、私もゲームやるのめちゃめちゃ好きだから、それを付き合ってる人に言わないとなると秘密ってわけじゃないけど隠してることが多すぎて話すことなくなっちゃいそう会話がなくなっちゃいそう。お互いだいぶガチ比率があるゲームに対してガチ比率が趣味のもっと上というかそう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 それ、ね、っていうのもあってなおさらやっぱ言っとかないとっていうのはあるなっていう。黙っとくと会話減っちゃうから。うーんそうだね。そうじゃあ次男性が好きそうな乙女ゲーム、うんうん、はい、バスタフェローズ、うん、とかバスタフェローズサイドキックスとか、うんうんうん、やっぱりその辺になってくるかなっていう絵もだし話も、うん、多分男の人がやっても面白いんじゃないかなって。そうなんか脚本の作り方がなんかその、うん、ザ・乙女ゲームっていうのとはまたちょっと方向性が違って、うん、なんか本当に映画とか映画のな、うん、映画じゃないその洋画のなんかドラマとかっていう感じの作り方にすごい似てるなっていうのを思っていて、うんうんまあ、そういう点でも普通にそのシナリオとして楽しめるっていうのはやっぱその辺になってくるのかなっていう。そうだね、うん、普通にもう事件系の映画見てるみたいな感じだからかな、うん、あとは ドラマとか、うん、あとはカラーマリスもおすすめしないけどちょっと甘いシーンが多いからもしかしたらまあ男の子ちょっと恥ずかしいって人もいるかもしれない。絵柄も結構ね、うん、女の子というかまあザ・乙女ゲームっていう感じだから。そうそうそう、でもまあ話はね面白いからここら辺かなっていう感じです。じゃあはい、恋人結婚相手に一番に求めるもの、うんうん、はい、とにかく優しい大事大事めちゃめちゃ大事怒らない人が短気じゃなくて、わかるわかる、そう、うん、包容力、包容力、二の腕の話じゃないけど、そうかな、うん。うん、なるほどね。うん、どう？私はなんか自分のことをめちゃめちゃ好きでいてくれる人が、めっちゃいいそれは。大事じゃない？絶対的安心感。あ、そうそう、安心したい。わかる。不安になりたくないかも。わかるわかる。そう、なんか好き、そうそうそう、私のこと好きじゃないかもって一瞬もなりたくないから。そう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 。だからもう完全に。そう、あなたのことが好きですよっていうのが分かってる状態じゃなきゃもう無理かもしれない、うんうん、分かる、ね、もう不安になるな、ちょっと疲れちゃうね。そう、仕事で疲れるのになんか恋愛も疲れたくないっていうそうだねそう、そういう感じかな。やっぱそれが不安にさせない、そのなんだろうな、めっちゃ愛情表現とかがたくさんあると、うんうん、そのさっき言った不安にさせないっていうのがすごく重要な要素だと思うから、うん、やっぱその辺がね、なるのかなって思う。そうだね、うん、なるほど、うん、はいという感じで質問返し以上になっております、うん、はい、はい、ありがとうございましたありがとうございましたという感じで、あの2人でゲームも作るの頑張ってるので、はい、うん、ちょっと応援して待っていただければなと思っております一生懸命作ってます、頑張りますじゃあはい、という感じで今日は以上になっております。聞くやつだ今日も見てくれてありがとうございました。失礼いたしますオッケーオッケー、すげえよく聞くやつだ。